上級トンプを打ちます。まあ8段と7段をうろうろしているところで、思うように上に上がれずと。ドラパーピンでこの手牌。ドラパーピンなので、ちょっと9ピンはいらないなと。チュンと9番のシャンポンになるか、うまいことソーズが伸びて、本一になるか。ソーズの形は悪くないので、チーソーをチーして残空。面前でいけば、ハネマンくらいは見えますが、脳天でいいかなという感じの空振りホームランでいこうかなと。あと適当な自敗3つ持ってきて、チートイツイーシャンテンですが、親は単野をですね、双子の染め手ではなくて単野をです。リャンウッソーチーソーで天敗。チーソーがただ残り2枚、ウーソーが残り1枚、ちょっと薄いです。親はタンヤを、上はピンズの染めて、あ、張りましたね。シーソー待ちでチュン本一ドラ1、8000、いつもだと3000、6000。シーソーは残り2枚。こんだけ泣いてる人がいるとリーチかけた方がいいかもしれないですね。ちょっとリーチですね。3人が面前であればリーチかけないんですけど、3人とも泣いてるんで、まあ降りれない。あら、泣いてる以上は天敗の形になってればなってるほど降りれない。泣くと役がもう固定されるんで、回し打ちとか折り打ちがかなり難しいというので、今のはリーチかけました。一巡待ってればスッチしそうになってましたね。トン2局親ドラローピン、これはピンフドラ1ですね。ローピン引いてきてピンフドラ1、ジャントーはリャンゾーになると思います。あ、これを引くと、点数に余裕があるんで1枚吹かしてもいい気がします。この形からであれば。無理に上がらなくても。これを引くとダブトンドラドラ12000見えるんで、ダブトンは1泣き。ローピンからならもうトンが出ることを期待してチーはありだと思います。ポン、ドラのローピンがちょっとチー12000の天敗。まあ、親マンなので手を進めて天敗まで蓋泣きしましたが、こういう泣きをするとリーチ来た時に弱いんですよね。降りづらいし、回せないし、かといってこの良くない街で突っ張らざるを得ないみたいな
状況になって、ローピンは残り4枚、3人ともピン付けの捨て牌、泣いてるんで、左はタンヤをドライクツかなと。12,000。親でドラが9-1。まあ、マンズの本位見ながら点数状況に余裕があるんで、リーチ来たら降りちゃおうかなと。3人ともピン付けの捨て牌、まあ余裕があるので白は1枚ふかして、できればあんこにしたい。白はあと1枚、ペイはあと2枚、できればこう自敗重ねてマンズが伸びて本位2と。この形だったら白1泣きですね。白即ポン、まあリーチですね。ペイ白待ち。リーチドライチ、またはリーチ白ドライチ、ザンクかチッチ。ハップの4歩、42歩、あ、42歩かってことは50歩なんで、4パチか訓6か。ペイだと4パチ、白だと訓6。ここはもう3本5本でも積もってトップ確定のまま曲を終わらせたいですね。親のリーチに振り込みなんかしたらもう平たくなっちゃうんで、気を緩めず8割方トップ確定だろうとは思いますけど、親に一発振り込んだだけで平たくなるんで、闇点はまあ仕方ないとしてもリーチには振り込みたくない。上はタンヤを仕掛けですね。2茶狙いのタンヤを仕掛け、あ、まあトップか。親がまだ残ってる以上2茶狙いではないですね。余裕でトップ見えます。ただ積もれない左が0点だけに、積もると曲が終わるんで、まあ、ビリの人はもうどんどんパワー荒らしてマンズの染め手にと。で、親はソーズの染めて白本一ですね。あ、違うか。スースを切ってる以上ソーズの本一ではないですね。まあ、白ドラ1つ2つ連チャンと、左はマンズの染めて、上はタンヤをと。
ちょっとこれ管理位置管理位置しちゃいそうな手格好になってますけど、缶はいらないんですよね。このはいらないけど、当然パワー1枚外すっていうのはできないんで、まあ張ったらカンと、それか降りるか、どっちかだとは思います。ここは2茶の親が2万7000なんで全然安全圏ではないです。初を1泣きして先手で逃げ切りたい。これはいい9ピン引いたなと。カンチーピンは、カンチーピンにこだわると弱いんで、上はちゃんたか。私は別に6チッパとかいらないんで、もうさっさとテンパって1000点でいいんで。うわ、早そうだ。一番いいのは純ちゃんニックなんがジャン島だとちゃんたドラドラおっぱと。あ、ちょっと今のミスですね、ごめんなさい。ポン、今の 100% ポンです。うわ、ちょっと今のミスはでかいですね。かなり致命的。まあ結果オーライ。もしかしたらローピンポンして言いそうでロンみたいな可能性もあるんで、私がミスと言ったのが結果的にいい選択肢引いたみたいな、麻雀ではあるあるです。ただ同じ場面もう一回来たらローピンは即ポンなんで、うまく巻き返しましたが、あれは泣くべきだと思います。トーン1トーン2で1万2000上がったんで、かなり有利な状況で終始進んだんで、まあ、危なげなくとは言い過ぎか、まあ、無難に勝てました。引き続けていきたいと思います。いつもありがとうございます。